年の救世主となれるか。タイガース期待の大砲フランクリンが3番サードでスタメン初登場。初回その第1打席、ワンアウト2塁のチャンス。ここはライトフライに倒れ期待に応えられません。ところが続く新庄の打席にこんな珍プレーが。高い大阪ドームの天井に当たったボールはフェアグラウンドへポトリ。本人もびっくり、ラッキーなタイムリーヒットでタイガースが先制します。4回にも3点を追加したタイガースですが、5回心配していたプレーが出ます。このフランクリンのエラーでそれまで好投、先発ヤブのペースが見られます。ワンアウト2塁1塁となって、カープピンチヒッター島にセンター前へ弾き返され、1点を失います。この回さらに2本のタイムリーヒットを許し、試合は4対4の同点に。その裏、自らのミスをなんとか取り戻したいフランクリンの第3打席、出ました。本人も興奮したという移籍第1号はレフトスタンドへ。5対4と勝ち越し、新しい大砲の誕生に盛り上がるスタンド。しかしカープも負けてはいません。7回ランナー1人を置いて4番金本、ホームランにはホームランでお返しを、まんまと逆転に成功します。試合はこのままカープが逃げ切り、タイガースは3連勝でストップ。一喜一憂のフランクリン、デビュー戦は飾れませんでした。試合はカープが逆転勝ちで連敗を3でストップ。4番手の山崎健が4年ぶりの白星、豪快な一発で嬉しい縦縞デビューを飾ったフランクリン。この強力助っ人に刺激されたのか、3回タイガース2番田中はカープ先発沢崎から大阪ドームで一番深いところへ運ぶタイムリースリーベース。今シーズン初ヒットを放った川尻を返し先制します。窮屈した先発川尻は毎回通りランナーを背負うものの、持ち前の緩急をつけたピッチングを披露。リーグ2の得点力を誇るカープ打線に全く的を絞らせません。この男には大阪ドームも小さすぎるのか、5回高々と舞い上がったボールは天井へすっぽり。そして仕切り直しに放った打球は右中間へ。4番新庄にきっちりつなぎます。フランクリンのパワーを見せつけられ、黙っていないのがこの人。粘りに粘ってカープ2番手山崎の12球目を叩いた打球は、これぞ4番の一振り、試合を決める一発を放ちます。結局タイガースはカープ投手陣に13安打を浴びせ快勝。フランクリンという大きな牙を得た虎の反撃がいよいよ始まります。タイガースは川尻が好投、10奪三振6勝目を挙げました。一方カープ貯金がなくなりました。